きなさい。私、神棚なくしちゃったわ。え？おい、いいじゃないか。後で探しといてやるからさ。ダメよ、大事なんだから。わかんないよ。後でゆっくり探しとくからさ。今日はお前。あった。だって。겨우 요시코의 마음을 달랬다 싶었던 와비스케에게 또 다른 핑계를 대며 그의 날카로워진 신경을 더욱 자극하던 요시코는 와비스케의 우스꽝스러워진 모습을 본 후에야 비로소 만족한 미소를 띠며 그의 집을 떠납니다. 손을 흔드는 그녀의 모습을 보며 일순간 화가 치미는 와비스케. どうしたのそれ。うん、ちょっと転んじゃってさ。大丈夫？うん、俺は大丈夫。아무것도눈치채지못한듯행동하는치즈코。그녀는정말아무것도모르고있는것일까요？あ、どうぞ。고인의극락왕생을기원하기위해인근사찰에주지스님을모신와비스케가족오이크츠데이라시아이마시다69데고자이마시다교년70데스카교년토유노야하리가조에데이몬데고자이마스카하이가조에데스가조에토유노와오나카니하이타토키카라가조에르토유고토데스道元将仏将大院国大林天使禅魔金流無常修正が長発芸大具帝国本願明後少女後四神神行管理上等学生大涅槃薬神元스님의그끝을알수없는독경소리가계속해서이어지고엄숙한분위기로시작되었던연불의식은이제슬슬조미수시는단계로변질되어갑니다お伏せでございます。今日はどうもありがとうございます。明日も一つよろしくお願いいたします。いや、頂戴いたします。속세의삶과는거리를둔것처럼보이던주지스님은발코니에놓여있던야외테이블에애착을보이기시작하고프랑스의타일ですか예그래와다이도쿠로니쓰카타일가아마리마시타몬ですから失礼ですがこのタイルどこでお求めになりました。東京の青山ですが。あ、なんでしたら下にまだだいぶ残っておりますから差し上げましょうか。いえ、それはいけません。こんな高価なもの。いえいえ、うちも使わずに持て余しているところなんで、もらっていただけるとありがたいくらいです。そうですか。どうぞどうぞ。와비스케는남아있던고급타일을스님에게선물하며감사의마음을표합니다。三河から女房のいとこたちが駆けつけ、それに近所の人たちも加わって、通夜は思いがけず賑やかなものになった。おじさんはだいぶ手広くやっておられるようですが、私らにも分かるように一つ説明をしていただけませんか。そうだね、この天宮商金ってのはこれが中心で金融、それからこの天宮観光というのが旅行代理店。두번째날밤이시작되고북적대는조문객들사이에서치즈코는아버지의동료들과함께고인의말년을추억합니다。야토모가그힘가요같다나나어힘가요같다나아마미야사
あ、品が良かった。父もゲートボールで皆様のお仲間に加えていただいて本当に幸せでしたわ。お顔を拝ませていただけますか。あの、皆さん、ゲートボールもうできなくなっちゃった。함께 모여 게이트볼을 치던 노인회 회원들 중 한 여인이 고인의 관 앞에서 통곡을 시작하자 자리에 있던 여인들은 생전 고인의 인기를 새삼 실감합니다. 素晴らしいですね、 아는 泣き方。 오지이장 못했다나요? 酒ないよ、 옥상。 はい、 母さんは A の、 もしだから。 どうも、 すんません。 いいえ、ただいま。 おい、 おちずさ。 はい。 日の出盛りの科学しなかったかな。下のピロティよ。ねえあなた、明日もあるからあんまり遅くならないで。しげる兄ちゃんもじいちゃんの顔見たいって言って。ああ、分かった分かった。조문객들의술자리가끝없이이어지자지친여인들의불만은쌓여만가고もうこれキリがありませんよ。本当にくっついてますよね。そうだ、あなたのご主人言ってもらったらそれがいいわね。それでは皆さん、この辺でそろそろ失礼いたしましょうか。おう、そうです。じゃあ、僕もそろそろ失礼します。あ、どうも。じゃあ、俺もそろそろ失礼するべえか。はい、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 はい。これ、伏見の酒でね、私の友達が作ってるんです。겨우자리를정리하려는순간、눈치없는와비스케가새술병을들고나타나다시분위기를도둡니다。장례식의마지막날이밝고수많은조문객들이모인자리에서고인의극락왕생을기원하는연불소리가온집안에울려퍼지고고인을화장터로모실화려한장식의차량이집마당에들어서고そのままご飯で写真撮るから。菊江さん、もう少し館の方寄れんか。おうおうおう、別れ惜しいんで。もうちょっと顔近づけて。おいおいおい。なんだな、この。みんな合唱しとった方がいいな。うん。ああ、はい、それで、それで、今、打つぞ、いいか。これでいいわ。今度は、みんなわしの方見て。ああ。いいか。打つと。これは形だけでございますが、皆様にこの石で少しずつ打っていただきます。おいおい、形だけでいいんだ。집을나선관이차안에실립니다고진은홋카이도에태어나戦後の厳しい時代を三河においてこの私と兄弟手を携えて乗り切ってまいったわけでございますが、晩年は縁があってご当地かもめ温泉に落ち着き、皆様のおかげをもちまして
幸せな余生を送っておったような次第でございます。山の中の小さな火葬場は閑散としていた。今日焼かれるのは女房の父親だけであるらしい。화장터에모인유족들은고인의마지막모습앞에서모두눈물을흘리고그렇게모든장례의식이마무리됩니다俺は春死ぬことにしよう。俺が焼ける間外は花吹雪。いいぞ。고인의시신이한줌의재로변해가는사이흩날리는벚꽃을보며자신의장례식을떠올려보는와비스케あんまり煙って出ないのね。どうしたの？こいつら裏へ回ってかまどの中見せてもらったらしいんですよね。あ、見えるぞ。だいぶ焼けてきましたですね。頭こっちかな。あれが胸よ。화장이진행되는사이엄숙한죽음앞에서도인간의참을수없는호기심이발동됩니다やっぱり俺たちとしてはよ、ガスつけるときが一番嫌だね。と言いますと？ほら、もしかして生き返られるんじゃないかっていう心配があるでしょ。あるんですか、そんなこと。いや、ないけどよ。俺がガスに火つけると中の仏がガバッと起き上がるんだよ。俺はいけないと思ってガス消そうと思うんだけど、体が動かない。仏は炎の中で燃えながら俺をじっと睨んでるって、そういう夢。まあ健康な人ほどよく焼けるわけだよね。だからさ、赤ちゃんなんかの場合あんまり火が強いと全部灰になって骨が残んないから、やっぱり弱めの火で静かに焼いてやらないといけないんだよね。화려한차에실려집을나섰던고인의시신은이제작은항아리속에재가되어다시집으로돌아오고아옥상쉬어쉬어가라가라가라아가라가라가라これ立派ねこれで5000円ですって5000円にしちゃ大したもんよ召し上がります前にね、ちょっと井上侘助の方からご挨拶がございますので。侘助さん。はいはい。私挨拶を。お母さん、あんた黙って座っとればええの。喪主だからでしょう。いや、喪主だからこそ挨拶ぐらいするには申し訳ないと思って。それはばあちゃんがやるのが一番いいよ。皆様のお力添えのおかげで立派なお葬式を出させていただいてね、この人もさぞ喜んでいることと思います。心からお礼を申し上げます。私ただ一つ残念だったのは、この人が亡くなる時ほら部屋へ入れなかったでしょう。応急処置を受け取ったでね、部屋
の外で待っとって、で手当てを受け取る間に一人で亡くなってしまったでね。どうせ亡くなるんなら一緒にいてあげて、まあ手でも握ってあげてね。これからは仏さんになったこの人と生きとる私とで、また次の暮らしを始めるんだなと。슬픔의흐느낌과꽉 차질 거란 웃음소리가 냉탕과 온탕을 오가듯 수도 없이 교차되던 지난 3일간의 장례식은 사실상 이 의식의 여주인공이었던 고인의 미망인 기꾸의 인삿말로 그 막을 내립니다. 1984년 이 영화 장례식을 통해 감독으로 데뷔했던 전직 배우 출신의 이따미 주조는 치즈코 역을 맡았던 자신의 실제 아내미야모토 노부코의 아버지인 장인의 장례식을 통해 얻은 경험을 바탕으로 직접 시나리오를 쓰고 연출까지 맡아 그해 일본 내 영화 시상식에서 작품상과 감독상, 각본상 등 주요 부분을 휩쓸었던 것은 물론 흥행에서도 대성공을 거두는 기염을 토했습니다. 이후 이따미 주조 감독은 아내 미야모토 노부코를 주인공으로 담포포, 마루사의 여인, 민보의 여인 등 작품성과 흥행성을 겸비한 영화들을 연이어 내놓으며1980년대자국에서는 물론 해외에서도 일본을 대표하는 명 감독으로 명성을 얻게 됩니다. 우리나라의 장례 문화를 소재로 1996년 발표되었던 두 편의 영화, 고 박철수 감독의 학생 북은 신이와 임권택 감독의 축제를 이 영화와 함께 비교하며 보시는 것도 또 다른 재미를 선사할 것이라 생각됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 변두리였습니다.